で、はじまさんという方の方のマラソンも55歳だったんですよね、走って、まあ、完走したので、60歳代で、ぜひ今度からフルマラソンを完走したいという、そしてジュニアさん初ですからね、その後に紅白歌合戦が待ってくれてると信じて頑張ります。じゃあこの別れのボレロ、もう、まあ、初回ね、まあ、今日、CD がね、何枚一応全国の店頭からこう注文が来たか、これを言っていいのかどうかわかりませんけど、まあ、前回よりもはるかに多い枚数が出てるわけですよ。前回浜ボール、これはもう最高だったはずなのに、それを上回る数が、各全国から寄せられてる。